ちょっと緊急事態起きまして、結構もう本当に一番萎えるやつ、そう、前さんの財布がなくなったっていうガチで消えたっていう。で、一応推理していた結果、プリクラの時にはもちろん持ってて、はいはいはい、そこでなくしたとか絶対ないと。名人が責任を持って車の中に入れたっていうところまでは覚えてるんですよね。まあ、すね、名人そうやな。そうっすね。うん。まあ、これ間違いはないっす、ね。間違いないと。絶対。で、名人はこのアルファードのこの端っこらに置いたらしいんですよ。はいはいはい。で、その後、うん、名人後ろに乗ってからミッキーと前さんがトイレ行ってたんで、はいはいはい、後から来たんですよね。で、先にミッキーが後ろの席座ったわけ。これを動かして。で、その時前さんは駐車場の料金を払いに行ったと。うん、で、その間、ずっと扉が開いてたんですよ、ここの。それは俺とロケモンさん覚えとって。はいはいはい、だからミッキーがもしかしたらこれを前にした時に、そこからポロって落ちて、駐車場落ちてるのかもっていうのが一応今のところの推理です。それか、ミッキーが途中で、明日忙しいからっていうのは、梱包があるからってちょっと早めに降りたんですよ。そのタイミングで落ちたかって、この二つしか考えれなくて今のところ。いや、そうですね。ここしたミッキー君の、ないわ。ないですね。道に落ちてない。そらそうやから。駐車場行くぞ。もう最悪やな。しかも、財布には、クレジットカード3種類ぐらい入ってて、免許証、保険証も入ってるってことじゃん。保険証も入ってます。やば。てか、めっちゃでかい財布だから、名前さんの。まあ、お金は多分ね、数万だと思うんですけど、お金以上にその、やっぱその、クレカね。クレカと免許証。全部やからな。保険証の紛失っていうのが、マジでめんどくさいですよ。相当だるいぞ、これっていう。現状なんですけど、まあ、おそらくあると思うんですよ。ただ、拾われてるパターンもゼロじゃないんですよね。で、今、だって30分ぐらい経ってるんですよ、今、現場出てから。あんま人おらへん事情ではあったんやけどな。確かにね。まあ、時間的に遅かったんで、車もそんなになかったし。どうなんやろ、これ、マジで。まあ、でもこれなかったとしても、まあ、絶対交番行った方がいいと思う。ワンチャン、届けてくれと人もおるから。実際その、携帯失った時とか、それで、見つかったら人かな。両親にかけるしかないと思う、なかった場合は。あれ、だるいなぁ。一番だるい、正直。しかも、あの財布も手に入らへんからな。そこもだるいな、俺。あの財布めっちゃ気に入っとったからな。最悪の展開やな、これ。だからその、勘違いはそこでなんか起きとったよな。何個か。だから、お金を払うやな、駐車料金で。うん。その時に、俺は財布に払っとうと思っとったんやな。だから二人は多分。うん、俺は財布なかったから、まあ名人が持っとうっていう認識で、別のとこから金を出しとうから。こんな風に怒るやん、あんな楽しいことがあった後に。佐々木さんはちょっとね、別件があったんで、もう降りたんで、まあ今現状4人しかいないんですけど。いや、だからこれ、あったら寸前笑い話で、よかった、みたいな終わるやん。なかった時マジで本当に。いや、マジで絶望するんやけど、正直。しかも、このアルファードは隙間とかがあんまないタイプのこれ、やつで。で、しかも前さる財布めっちゃでかいんですよ。めっちゃでかい。だから、そんななんか、間に入るとかじゃなくて、相当でかいから落ちたら気づく気もするけど、でも。でも油断しとったら多分。うん、多分意識そう言ってなかったわな、そんなとこに。暗いんですよな、その駐車場自体が。暗かったんで、多分。しかも下なんか見えひんやん。まあな。アルファードなかったらいいけど、絶対ないもんな。探してなかったやからもう。リックも探したけど散々探したからないから、まあ、名人の証言が絶対やもんな。これ名人はもうアルファード入れたやんな。あ、間違いなく僕だからこれ前さんの財布として僕こうやって持ってたんですよ、うん、でまあリュック背負ってて、うん、後ろに乗るときに邪魔なんで前に置いたと。これ置いて、まあ、リュックも前に置いたんですよ、うん、でまあリュック後ろにやってだから携帯だけ僕取ってですね。そうなんですよ。もう名人のこの証言がもうほぼ確で鮮明に残っとるらしいから、この記憶が。そう、だから、なくなったタイミングはもう2つしかないよな。駐車場と、ミッキー降ろした時。で、ミッキー降ろした時はなかったと。もう。じゃあ駐車場やもう。もう駐車場しかないな。これだからどうするん、前さん。なかったら交番行くしかないやろ、もうだって。これなかったらどういうことだね。もう誰かに取られたのか。取られたはないやろ。財布はハイブランドやからな。そうなんですよね。売られるとか説あるからね。最悪やけど、そうだったら。どっちかっすよ。一旦クレカは全部止めないといけないって言ってました、中田さん。最悪、それも。再発行で一回不正利用されとったからクレカ、それで一回止めとうから、それでせっかく来たんやって。え、そうだ、新しいカード来てもう1週間ぐらい経ってない。多分誰にクレカ不正利用された。いや、誰か分からんけど。なんでなん、盗まれた。盗まれてないけど、多分そのパスかなんかが不正で行かれて、そうなんか数百円の単位で30日間にわたって数百円、数百円、ほんまに。それでクレカ会社が止めて不正利用の可能性がありますって。なるほどね。そう、それで止めて、すごいちっちゃい不正利用したいな、そいつ。いやー、これさ、言ってさ、結構時刻もさ、遅いやん、もう。だってもうすぐ24時回るからさ。でも普通に歩いとってあそこに気づかんと思うよな、絶対もし。幸せなわけやん。しんどいな、これ一番。いや、しかもこの状態でなんか眠りもなんかな。いや、もうこんなんもう寝れへん、正直これ。もう財布ない状態で家帰ったら寝れへん。確かにな。ほんまに。落ち着けないっすよ、なんか、ね。まあ、携帯なくすのも大ダメージだけど、財布なくすのももう特大よな。いや、もうどっちもやけど、やばい、正直今。マジでほんまに。どういうことだと思う。あってくれ。これもあ、マジ悩んだろ、もう。いや、頭かいた。頭かいた、頭かいた。一言だから笑ってられるんですけど。笑ってられへんほんまにこれ。うん、財布やから。まあでも俺にとってもだるいやん。会社やから。全体的にだるいって、これ。もう一緒やった。カード止まるって相当だるいことっすよね。うん。だるすぎるって。もう一回財布こうやから。うわ、やば。だから明日車運転できんやん。そうやん、ほんまに。そうだ、車運転できんの、お前。運転できんってやばい。よくよく考えたら。雨降ってきたから、名前さん、めちゃめちゃ乗ってる可能性あるな。いや、もうめちゃめちゃじゃねえよ。別にいいよ。どんな状態でもいい。財布はいいやろ。財布別に最悪買えばいいやろ。財布は現金も最悪いいや。とりあえず、だから。もうあることカードが。カード無事かどうかっていう、そこやもんな。
そうだよ。最悪現金抜かれててもいいですもんね。全然いい。カードの300個マジで誰かな。なんか怒るんやな、ほんまに。多分めっちゃ偶然重なってしか怒らへんよね、ほんまあれ。運持ってないな。俺も過去に財布なくしたけど、財布届いたとこあったり、チャンネルの財布。あ、俺覚えたわ、それ。ほんまに届けてくれとって、デパートでなくしたとき。だからマジでいい人多いから、日本は。言ってしかも次の日とかじゃないから、まだ。今気づいたわけ。最速で気づいたで、今。うん、だからまだ全然寝て明日とかやったらもう終わっとった。いや、もう絶対終わっとる。そう。うわぁ。頼むぞ、マジで。帰りたいもん、早く。あ、富士そばやん。俺がこれ食べようか言うたもう富士そばもうあっちで、うん、え、それじゃんこれ違う富士そばやん違う富士そば一旦富士そば食ういや絶対いらん24時間営業で一旦聖書につける絶対いらんあえていやあえて逆を行く前さんともうそば喉通んないっすよほんまに寝れへんからこれ絶対俺このままなかった場合うん、ちょっときついな。寝ずに帰ることになると思う。ほんまに。でもこれもすごいのが、マイスターなくしたわけでもなくて、全員のなんかこう、連携でなくしたみたいな。連携みたいな。そうそうそう。これ。そう、名人が、真ん中の方がよかったけど、名人がなんかちょっとこう、落ちそうな右側に置いとったってことと、ミッキーがこの椅子を押したってこと。そうそう。で、そんなの落ちるんかな。そう、そんな連携。そんなの落ちる。よっぽど端っこ置いたんじゃない、名人。よほどお前、端置いたんやろ、お前。そんなギリギリ。別に帰るギリギリに置いたんやな。遠いな、ここ。からのこの信号めっちゃ遠く感じるあと5分ぐらい 2分前に持っていかれたかもしれんな長っ、うん、10分この10分でかいぞでも駐車場ってさ監視カメラとか多いやんだからさ俺多分盗むって怖いと思うけど盗むのも確かにもう気づかんふりするか拾って交番届けるかが大変だと思うんだめっちゃ運命の瞬間もドキドキするなこれ楽しんでますいや、楽しんではないで、全然。もう楽しもうとする努力をしただけやで、俺は、ほんとに。ここでネガティブになったらしゃあないから、もうあるっていう、俺の中ではもう 99% あるな、なって思った、正直でも。マネさん、財布支店の映像今見たいわ。どんな映像なんやろ。どんな気持ちでそいつ、今どこにおるんやろって気になるわ。いや、名人が覚えとってよかったな。いや、間違いないですね。だからそこが分からんかったらさ、プリクラなんじゃないかとかさ、まあまあ飲食店なんじゃないかとかなるやん。そしたらもう無理やもん。シュプラスの金庫番って言われた、高橋和樹のファインプレイですね。まあでも今後でも同じミスを繰り返さんようにしたいから、もう車のここは僕なし。だからもうリュックの中入れとけっていう。それで最後家帰ってから渡すっていう。もうそこの座組は絶対組んどかへんかったら。いや、雨降ってきたもん、ほんまに。行きます。え、ここ？ここ右曲がったら着きます。17番、まず開いた。17番開いてます。あ、え、おい、止まってるかも、車。え？白い車。止まって。あんな止まってなかったっすよ、お前。さっき。え？ちょっと、パッと見ないもんの、財布がもう。あ、あるわ。あれ？あるあった、あった。ほら、あそこ置いてある。嘘。ほら、置いてある。え？早く開けてくれ。早く。落ちてる、そこに、ほら。お前さん、ほら。そんなとこに。うわマジで。あぶんな。よかった。いや、よかった、マジで。全部ある。ありがとうございます。うわぁ、よかった。うれしい。よかったね。さっきから、よかったね。いや、でも、カードとかも全部あるよな。あるわ。よかった、もうリック入れとこ。マジで。もう絶対入れとこ、ほんまに。いや、助かったな、マジで。あんなとこあるんやろ。めっちゃおもろかった。俺ほんまにここ1年間で一番嬉しかったかもしれない正直すごい映像だったけど俺の視点が絶妙にリアルな映像だったよだからそのほんまやったらアップダウン激しすぎてだあんだけなんか酒飲んでいい話したみたいな感じででも帰るだけ寝るだけやみたいな感じだったよそっからのこれやからもう幸せ、このアップダウン幸せえ幸せ幸せです